じゃあ、あれ僕行くか。うん、あとはカズマと俺だけかな、はい、あれ俺は、あ、横まこはね、さっき K の歌実はそういただいてて、 K の歌、そう、 K の歌、あ、僕歌ってたよ今ラストはカズマだな。でもなんか横山も語りたいことあれば語ればいい、多分もうあのシーンに関しては、語ってることを多分いろいろ被ると思うので、もう一つだけ誰も語ってないだろうなっていうことを言うと、裏でアーツがあの歌のたびに踊ってたん、なんかすごくすげえいいシーンなのに、あの踊りのせいでほとんどなんかいい記憶がない。ただ映像であのシーンを見た時にものすごくいいシーンじゃんっていう風に、あの裏でしか、あの生でも聞いてなかった。私のおもちゃ箱ってこと？あの歌はそうです。ああ、そうですって言ったから消えろ、うん、しかもあの歌って言ったからね、うん、消えろ。本当だ、覚えてない。はい、私のおもちゃ箱で、うん、横箱消えても横箱なんだよな。パラパラ踊りパラパラ、パラパラっぽい踊りしてた。梅里ひどいな。髪があるころ、すいません、例外的に一瞬だけこういう動きしてました。お前消えてんじゃないのか。それはあのドリフの見せるためだけに、ちょっとエンヤーコーラやっとじゃん。なあ、パラ、そうですね。あ、もうダメだ。消えろ。そうだ。そうだそうだ。そうだそうだ。もうちょっと待って。間違えた。はい。続けてくだ、続け、続けろ。カズマ。じゃあカズマ行くよ。行く。カズマはあれですね。まずあれ行こうかな。神尾の方を。神尾の方行く？はい、これ皆さんね、これミュージカルということで皆さん結構ソロで歌ったりとかあるんですけども、まあアーツがあるくらいですからね。実はこの人もソロで歌ってます。どうぞ。でもさっきのとか適当でしょ。うん、そういうのかな、その場で貸したらそういうの思いつかないもん。何でもいい。メニュー大人になると理屈が増える、そういうことじゃないかな。そう、歌を歌う、ただそれだけの行為に歌う理由、歌わない理由を考えてしまう。でも子供はどうかな。そんなことを考えませんよね。私も子供の頃よく歌を歌っていた。感情の赴くままに聞きたいです。しっこが漏れる、ふっこが漏れる、僕の骨が割れてする。こんな感じでね。僕このシーン忘れてたんですよ、うん、見直してこれが衝撃的で世に出したいと思った、本当に。山田がもう引いてるよ今。山田ドン引きの顔してるよ。そうなのか山田。違い、違う。はい、ずーっと綱渡り。お前引いただろう今。しっこと、うんこだろ。どう、これを聞いてどう、勇気は。めっちゃ印象に残ってる。AI かお前。Hey Siri。なんかでもね、この間朗読劇で神尾くんと一緒になった時に、本当にねこの話になったですよ。うん。うん。僕は。サブさんの舞台でワイトシングしてますねっていう話題になり、他のね声優さんにどんなシングしたんですかっていうことになり、最初にシングしたのはこういうソングですよって言ってこれを披露してましたよ。あ、もうあのまんまで、うん、あのテンションで、うん、まあここまで本意気ではなかったけどね。聞いた瞬その時の声優さんたちは
もうキョトーンとしてましたよ。何それって感じで。若気の至りみたいな感じ。でも神尾は本気でシングしてました。うん、これ、はい、作詞も三郎だもんな。これでもね、神尾じゃないかな。いやいや、サブさん、サブさん、サブさんって言っちゃった。はい、消えろ。サブさん、サブさん。横孫復活。サブさんが、俺が言ってたの。曲を、そうそう、そして指導してたのをすごい覚えてる。そうなん、そうなの？そうそうそう。で、3、4回リテイク出して、こういう風に歌うんだよって言って。この歌でそんなのもないよ、ね。だから歌指導までしてた。そう、こだわってるなと思った。いや、いいシーンでしたね。うん、いいシーンだったな。しっこが漏れる、うんこが漏れる、僕のお腹が破裂するだよね。うん、なんじゃそれ。はい、もういいです。山田が弾いてるんで。はい。しゃべれつの山田。弾いてないよ。じゃあ。喋れつながりでちょっとじゃあ喋るということで、うん、続いての僕のおすすめシーンはこマルボン名物もう最近はないんだけど昔は必ずこういうシーンがあったというシーンだ。そもそもハムスターを襲ったのが猫じゃないかっていうのは俊一さん情報なんです。ああ俊ちゃんね。誰？お弁当屋さん門子公園で怪しい猫を見たってこと で、うん、でその猫が特徴的だったらしいんですけど、その猫を清子さんが知ってるって。清ちゃんが、はい、和菓子屋さん。どうも金蔵のところの飼い猫じゃないかな。金蔵の、はい、駅前にビル持っててブティックケースで嫌なジジイ。それを聞いたら、うん、翔平とかパンチョとかクリちゃんとか激怒しちゃって、うん、登場人物多すぎじゃね。覚えなくていいから。パンチョだけは気になるけど。何その名前。パン屋の翔平さん。とにかくあれだ、金蔵の飼い猫がハムスターを襲ったってことだ。そう。金蔵か。金蔵さんは4シーズン賛成派の親玉で、向こうからお金ももらってるんじゃないかって。全く分かんないけど。でなんでその危険な情報を外さん流したの。アキオちゃんが教えちゃって。しゃべるな。しゃべりますよ。で、ペット屋のハゼ。ハゼさん、どうやばいの。火をつけるって。火をマジやばいじゃん。金蔵さんのベビーですか。いや、それはさすがに他の店にも影響出る。そうだ、キヨちゃんの和菓子屋とか入ってんじゃん。はい、だからそれはパンチョがやめさせて。やるじゃん、パンチョ。パンチョさんのパン屋さんも同じビルなんです。なんだよ、パンチョ、自分可愛いだけじゃん。どうするって。で、本丸を狙うって。本丸フォーシーズンってことですか。プレオープン狙ってお祭り騒ぎを火祭りに変えてやるって。いやいやいや、ダメでしょ、火祭りは。てか、放火だ。犯罪ですよ。止めなきゃ、ハゼの店に行けないの。いや、それが。なんで今もう混乱してる。どういうこと。巨大アイドルグループ UWF。 違うって。 NPO ですよ。でしたっけ。わかんないけど、それが。どうもそのメンバーの子が商店街をうろついてるって情報が。確かに、私見たの。見たんすか。うん、そこで発砲女。落ち着けよ、てね。それはどうしたの。その情報が入ったらみんな読みたいじゃん。だって本物がいるじゃん。みんな探しに行っちゃって。ハゼさんは一人残っちゃってんの。あ、そのハゼさんが先頭になって探しに行っちゃって。好きなんだ、BCG。 たまらなく好きみたいです。まあ、ハムスターみたいなもんだからな、あの子たちも。確かに似たような可愛いのがおじゃみちゃんいるもんね。じゃあどうすれば。とりあえず、今ハゼさんを止められるのはその YKK しかいないんじゃないかと。うん、まあ、もちろんマスターが話して収まってくれるんじゃないですか。アイドルの方は確実だな。じゃあ探せばいいですか。うん、お願いできる。もちろんです。あ、見つけたら Facebook で教えてくれれば。了解です。じゃあよし、店には一人残っときゃいいか。ですね。うん、じゃあ、うん、はい、これこのマシンガンと面白いね。うん、いや、これね、今やる自信ない。なんかこれぜいぜい言いそう。これマちゃん結構必死だったよ。なんか歌カフェの話をしたときに、なんか、なんだっけ、あれか、マルボンの好きな芝居ベスト3の時か。うん、で、歌カフェの話したときに、なんか言ってたよね、このすげえ説明台詞がどうだこうだっていう話。うんうん、そう。多分このシーンのことだよね、マチャ。これ、ね、これ。面白いな。ここだから俺、これをこのズームでやったらどうなるかなっていうのも一回あったんですよ、頭にね。
このマシンガンを、うん、すげえな。これだからなんかのワークショップの時やってみたいなっていうのはある、このシーンを。うん、でもやっぱり今聞くとそのテンポを早くしようとして早く喋っちゃってるから、うん、余計忙しく感じるから反省ばっかりです。そうね。今のみんなが同じことやったらもっと違うかもね。違うと思う。これだから最終的にあのね、誰が行くって立ったり座ったりするのとか、僕はああいうの大好きだけどね。で結果一番行っちゃいけない土屋が行くとかっていう、うん、もういいけどね。でも本当これ本番前に当たるんだけど、うん、何回も当たったこれ、うん、確かずっと毎日何回も当てて、こうやろうやろうっつってやろうやろうっつって、本当毎日ありがとうございます、うん、本当に。でも本当あこれ5人揃わないと意味ないからねこれ、うん、うんうん、あとだからあれか、このあとだいぶ後のシーンのせいやとみほとけいの3人で、うん、ああ語るシーンもあそこ早くしろ早くしろ、リズム上げろっつってあの3人ずっとやってたからね、うん、ね、あそこもあそこ今のところよりも早いもん3人だから、うん、うん、めちゃくちゃ早い。 でもお客さんにとってはそれが全然早く感じないんだよね、そのセーフ内というかね、うんうん、それをみんなはそこまでやんなきゃいかんぞっていうのを叩き込んだ芝居ではあったね、うん、これね、うん、まあ次の本ではサブさん、またサブローがまたこれをね、うん、今サブさんっつったね。マシンガントークシーンを入れ込んでくるかもしれないからな。そうだね、よう覚悟しとけよ。あれ楽しい、マシンガントークシーンは楽しいな。楽しい、うん、やっててもどうだ勇気、やりたくなったか。めちゃくちゃやりたくなった。あいお前何人だ AI かわいいな。どうだりょう、やりたくなったか。やりたくなった。お前わざとやる。お前はダメだ、もう確信犯はダメだ。みさみさやりたくなったか。やりたい。お前かわいいからいいわ。まやまやはどうだ。やったろうやだ一回。なんとも言えんな。あねご。さあこれあとは門前か。うん、うん、俺だけかな。うんうん。じゃあ門。いや最後。そう、うん、俺も結構まだあったんだけど、みんな他の人と被ってるんで結構あったか。うん結構。うん、うん、じゃあ。お待たせしました。はい。いや、なんかお話？ああ、もう終わりました。あ、そうなんですか。歌って踊れるカフェ、大体どんな感じか分かったんで。佐川くん。はい。分かってない。え？あなた何にも分かってない。はい、分かってないです。姉さん。はい。歌うって素敵なことですね。はい。音楽って最高です。そうですね、そのことがよーくわかりました。あの、まさかとは思いますが、さっきの手ですか。佐川くん。はい。あ、龍一でいいですよ。あなた、音楽は好き？それとも嫌い？なんすかその質問。じゃあ、音楽は聴く？好きな音楽はある？それはもちろんありますけど。なに？それはいいじゃないですか。言えないの？プライバシーの問題というか。恥ずかしい？まあ、はい。それでいいの？音楽を嫌いな人はいない。音のある世界に住んでいる人間にとって音楽は絶対に必要なもの。そうでしょ。音のない世界に住んでる人もいらっしゃいますけど。そういうことを言ってるんじゃありません。はい。私たちにとって音楽は必要、いやそうでないとしても不可欠なもの。だって音楽が聞こえないことってないんだから、付き合っていかなきゃならないもの。そうでしょ。はい。だから音楽を嫌いになると生きていくのが大変、そう思わない？はあ、いやその通りですね。だから音楽を嫌いな人はいないってことですよね。そう。でも自分の好きな音楽を人に伝えたり、ましてや人前で歌ったりするのは苦手な人が多いと思うんです。確かに恥ずかしいですもんね。そうなんです、羞恥心がある以上それは当たり前だと思うんです。でもその殻を破ったら、いや
破っていい環境があったとしたら気持ちいい。はい、カラオケとかそうじゃないですか、ストレス発散になるっていうか。でもイクメンツによりますよ。そうなんですけど、それが羞恥心を打破できるかどうかの環境なんじゃない。恥ずかしいメンツか全然気にしなくていいメンツかっていうさ。それならわかります。ありがとうございます。でもですよ、カラオケはありもんの曲を歌うわけじゃないですか。なるほど。そう、このシーンがなんか私事なんですけど、うん、実はね、うん、あと1時間半で31になるんですよ私。うん、うん、なんか誕生日出した。そうで、その時になんか今まであった歌とか、例えば自分の好きな曲はこれだとか、自分の好きな芝居はこれだとかっていうのってあんまり人にこう言える、なんていうのかな、子供みたいに無邪気に言える環境って今じゃあどうなんだろうって思ったら、うん、あの頃の気持ちってどうだったのかな、なんかすごいいろんな雑念じゃないけどいろんなこと考えて発言してる自分がいるなって思って、なんかそれを今一度気づかせてくれたセリフだったなって思って、このシーンがすごい今の自分に刺さったというか、うん、なんかねそういうシーンだなと思って、うん、なるほど。まさにでもこれが歌カフェだもんな。うん、なんで今2人消えてんのさっきですねって言ったからあ、じゃあ俺復活するぜいやまあなるほどな。でも、うん、この歌カフェの名女優で終わりました ね大内めぐみ賞で終わったって感じがしたなまあでもな、楽しい芝居だったねこれね、うん、これねやっぱまあ最後のこのみんなの大合唱がまあ一番のあれなんだけど、あえて気使ってそこ選ばなかったら誰もこう選ばなかったですね。まあでもこれは見れるのか YouTube で、うんうん、そうだね。でもまあ僕がもし選ぶとしたらだと多分やっぱりそうだね、歌おうかな、ラストの、うん、ラストの歌おう。稽古中にまあカズマたちは覚えてると思うけど、マチャもその時いた人は覚えてると思うけど、あの下北沢のさ、うん、あのスーパーの上のとこでやったじゃん、うんうん、覚えてる、うん、あカズマ覚えてなさそうだな、うん、その顔なんかもうビルが古くて、でみんながそこで足踏み踏んでやってたら覚えてる、ビルが揺れるんですよ。で僕割とそういうの弱くって、演出家なのにみんな歌ってる間ちょっともう心臓がバクバクして耐えられなくてごめんっつって出てったんだよね稽古を見なくって、うん、そう、それをすごい覚えて歌おうの。廊下で縮こまっててどうしたのかと思って、うん、よっぽど俺たちの歌が良くなかったのかって違う違う、もうね耐えられなかった、あの振動がそんな感想で終わる。振り付けたんだっけか、ん、俺振り付けた、これライブを使ったのか、ね、うん、そうか、うん、ライブの時か、あライブの時に、クラップ入れて踊った、うんうん、ああ、うん、そうか、これは確か泉さんかな、この、うん、確かね、ああ、そうか、そうだ、うん、泉か、うん、はいはい、この間まっちゃんがあれだ見せてくれた映像が今記憶にあった、うん、なるほど、うんうん、あそうだ、なんでもないですあ、ですっつったね、よし乗りやすさん消えぬ目です。あと僕でもね、あれだよ、本当に僕が好きだなっていうか、僕にもし振られていたらこれ、まあ作家さんから聞いたところによると、このセリフっていうのはボンセジュールです。ボンセジュールっていうのが幸せな場所っていう
意味だよっていうのを言うじゃないですか最後に、うん、それは割と作家さん冥利に尽きるセリフでしたね。 頭からね、梅里くんがボンセジュールボンセジュールとボンジュールを間違えて言ってるっていうのを振りにしといて、うん、最後にボンセジュールの意味は知ってる、幸せな場所だよって言って梅里くんがそうだったんだって言って笑いを取るっていうのは、うん、一番最後ね、うん、作家さん冥利に尽きる仕掛けだったかなとは思います、うん、なんかあれは気持ちよかったね。なんかあれで話題を取れたりするのだし、気持ちよかった。あとは千歳船橋にボンセジュールがあるので。行きましたね、クリスマスにね。うん、マチャがずっと、マチャがね、先生で行ってくれてたからね、ボンセジュールに。今もう行ってないですけど、うん、本当に、はい、歌を一緒に。ま、マルボンでも慰問に行ったよね。だからそれの中で、マチャがずっとその後、ね、継続して行ってくれてたんで。はい、まあ僕の歌カフェで言うとボンセジュールと 歌おうですかね。はい、なるほど。まあでもまあ前編歌カフェは思い出があります。はい、うん、サンシャインでもやりましたしね、マルボンじゃないですけどね。そうですね、うん、それはなあ、ミサちゃん、あ、ミサちゃんって言っちゃった、ミサは知らないもんな、そんなの言う気も知らないもんな、歌カフェのサンシャイン劇場版知らないもんな。ジンも知らないよな。そう、本編は見てないけど、コマーシャルというか、その切り取りは何回も見た。あれですよ、カズマくんのやったマスターを次長課長の河本純一くんがやったんですよ。サンシャインで。梅里くんのね、アーツくんのやった フレンチの酒井は、なだぎたけしさんがやって。なんかね、面白かったね、あれ。そんな歌カフェ。サブロー、これは再演なんかあるのかな？再演をやりたいですよ、そりゃ。やりたいですよ、ですよ。うん。今のマルボンだとどうなるのかな？どうなんだろうね。誰がもうマスター誰がやるかでしょう。だって、ま、男の子マルクボンバーズ男子がいないんですよ。うん、これは有識問題だな。うん、ノリアスがカツラかぶればちょっと若く見える。黙ってうなずく。逆にじゃあ、あれよ、結城やミサは何の役やりたいって話ですよ。加藤とか。どうなの？じゃあ一人ずつ聞くよ。じゃあ加藤。マヤ。アーツの役やりたい。うん、アーツがそれを聞いて何て言うからね。じゃあ、結城はどの役やりたい？役をやりたい。役はやりたくない。帽子の役。帽子になる。帽子になる。これを、サブローが当て書きしろと。新しい。新しいな。前それで終わったと思ってるな。帽子で一旦逃げて、ジンはどうだ。ジンも行くぞ。私はめぐみの役が。お、ああ、面白いかも。やりたい。髪の毛黒くしろよ、どうしたら。黒くしろ。嫌なんだ。黒くする、ね、みんなに聞こう。門前は、ああ、俺どうだろうな。なんか神尾がやってたあれやってみたいかな。大声であの曲を歌いたい。じゃあ門前に目力あるかな。目で
固まらせる力があるかどうか。メデューあれほどの大きさは出ないな。過去初演にいなかったじゃあ岩切は。うん。商店街の人になりたい。あいそう。すぐなれるな。いそう。児童館の館長でいいじゃん。じゃあ、そのまんまでいける。じゃあ、アンも出れる。ノリヤスはマスターだとして。これ、せいやのがいいかな。おお。か、ほうちゃんみ。ほうちゃんみ？ほうちゃんみ。何を言ってるんだ、お前。ジェンダー問題もほら。そうね。そうなった時のマスター大変だね。ほら、じゃあ最後にミサは大変だぞ。締めが来たぞ。うん。テレビさんやりたいです。ああ、テレビさんか。おお。じゃあ、ジンと争わなきゃいけない。殴り合いで。え、俺聞かれてないです。